あのツイッターの方でいただいたので、ちょっと動画で、えー、答えていきたいと思います。えっ、ー、と、こんにちは、イッコ o さんの YouTube を参考にさせて、ありがとうございます。ナツさんですね。ありがとうございます。eBay 有在庫に取り,取り組んでいますと、まあ、無在庫ではなくていい、多分有在庫100%でやってるのかなと思ってます。で、利益が出てきたので、出品の外注化を行いたいと思っています。 現状は利益で月に3万円ほどです。いや、すごいですね。あの、3万円ってマジでめちゃくちゃすごいんですよ。なんでかっていうと、水道光熱費とか、例えば通信費、スマホ代とか Wi-Fi 料金とか、こういうのって賄えちゃうんですよ。3万円もあれば。やっぱりめちゃくちゃすごいことで、この0から1達成することが大事で、 この3万円さえ出れば、その今までのノウハウとかっていうのを続けていれば効率も良くなりますし、やっぱりあの掛け算でその3万円っていうのは別に5万円でも10万円でもパワープレイでいけると思うんですよ。あの作業量であったりとか、横展開、害虫化とかで、にはなるので、3万円出たってことは、 まあとはこれから伸ばしていくともっといいのかなっていうのはありますねで。出品数を増やせればもっと利益を伸ばせると思ってます。ここなんですよ。これがまずイメージがこれ具体的になるってことですよね。要は、思考できてることって現実になるんですよ。例えば、まあ、全部副業でもそうなんですけど、これから作業を投下すればとか出品数を増やせばもっと増えると思う。これが大事なんですよ。思ったらそれ、最終的に実現されるんですよ。なんでかっていうと、もうゼロイチが達成されてるからなんですよね。 そう。で、しかしサラリーマンをしていて朝早く夜遅いため時間が足りません。ああ、なるほどですね。うん、朝早く夜遅いため、そうですね。まあ、僕もこういう経験が今までなかったので、うーん、やっぱり大変ですよね、朝早くて夜遅くなると。で、在庫の写真は撮ってあるのですが、梱包に時間を使ってしまい、出品できない日が多いです。なるほど、写真撮ってあるんですね。 でそこで外注化を考えているのですが、どのように外注化を行えばいいのか悩んでますと。もし僕が行っている方法やマニュアル等があればぜひ教えていただきたいです。今も一応ココナラとかでなんか簡単な,なんか3000円ぐらいのなんかマニュアルとか教材とか出してたりとかするんですけど、外注化に関しては確か作った、出してないですね。あの、今のコンサルの えっと受けていただいている方の期間中の方には、外注課のやり方のコンテンツを渡してるんですよ。あのタイトルをこれ入れてで、概要欄とかも全部コピペであの募集できるような感じ。で、募集が来たらその、あとはやるべきことっていうのも全て、マニュアルは実はもう一個作ってあるのがあるんですよね。<laughs> それはあの出品とかしてないですね。あのココナラとかに。で、えー、マニュアルと、そうですね。で、他の方の YouTuber を見ても無在庫の方法ばかりなので、今一つはピンとこなかったですあ確かにあ。でも一緒じゃないですか。無在庫でも結局、写真を撮ってく、写真をダウンロードしてやるのか、写真をこちらで撮影して渡すのかって結局多分一緒にはなるので、まあ一緒かなって感じですかね。 まあユーザーがで外注している、まあ、僕のやり方ですねで。もちろん答えられない質問だったりしたら答えなくても大丈夫です。もしくは有料でも外注マニュアルみたいなものを販売していれば購入したいです。よろしくお願いします。ことなんですけども、まあ、まずはその前提として今どういう商品を扱ってるかっていうのを知りたいですね。まあ、それは動画では言えないと思うので、全然個別でメッセージいただいたりとか。 でそれに関してもやっぱり変わってくるのかなっていうのは思いますね。例えば、ジャンルが一緒だったら楽じゃないですか。例えば、プレイステーションのゲームだけを写真撮ってますってなったら、出品側も楽ですよね。あのプレイステーションとかソニーとかゲームとか入れるタイトルに入れるだけなので、えー、下書き出品できる、複製出品できるじゃないですか。例えば、これが、 あの本も出します、CD も出します、レコードも出します、人形もフィギュアも出しますってなったら、また外注さん大変じゃないですか。でここで1個ジャンルが定まってるか定まってないかっていうのも1つの点かなっていうのは思いますね。<laughs> まあ、そうですね、言える範囲で言えると、まあ、クラウドワークスでいいと思います。まあ、シュフティとか、えー、そうですね、ランサーズとかいろいろあると思うんですけど、ジモティとか、僕はクラウドワークス一択で全然いいのかなっていうのを思います。 であとは流れとしては写真をこっちで撮ってあるのでギガファイル便を使ってですね相手に渡せばいいと思いますねあの写真をまとめて何,何千枚とか何百枚とか一気に送れるのでギガファイル便っていうのをですねあのまとめて送ってで作業のやり方としてはえー、有罪庫なのでこっちで下書きを作っとくんですよあのドラフトっていうのに入れられるんですよ下書きあので ebay だと アカウントを共有でできるんですよ要はパスワードとか、えー、パスワードとかログインパスワードとか渡さなくてもあの相手のメールアドレスさえあればですねあとアカウントがあればあのアカウント共有できるんですよだからその売上管理とかそういったこともあの見せることできない見せ隠すことできるんですよそういった大事な部分に関してはだから出品作業だけをアカウント共有ってできるんですよ で、アカウント共有して、で、その後に下書き作るんですよ。まるさんみたいな感じで、例えば佐藤さんだったら佐藤さん。で、その後に、例えばさっきゲームで、プレステのゲームって言ったんですけど、例えばプレイステーション、ゲーム、ソフト、あゲームあ、例えばソニー、あの、なんちゃらかんちゃらみたいな。で、ジャンルがもし一緒だったら、最初の一番左の部分だけ、例えば、 グランツーリストもなんとなんとか、鉄拳なんとかなんとか、ストリートファイターなんとかなんとかみたいな感じで、あのタイトルだけ書いてくださいみたいな。これ、ジャンルが一緒だったら。で、あとは値段付けっていうのも、この商品はいくら、この商品はいくらってやると大変なので、僕、まとめちゃってやっちゃってるんですよ。一つのギガファイル便で、この商品はすべて40ドルでお願いしますみたいな。で、またギガファイル便作って、この商品の写真はすべて30ドルでお願いしますみたいな。 これやるとめちゃくちゃ効率は良くなりますね。で、あとは基本的に説明書をマニュアルを作るってことが大事なので、まあ、ペライチとか、あとはワードプレスとか多分使ってないと思うので、まあ、普通に PDF でもいいかなと思います。PDF にワードとかでもいいかなと思います、ね。Google ワードとかでも。でそこに、あのー、例えば画面収録した えー、MOB ファイル、MOV ファイルか、ムービーファイルっていうのをそこに貼り付けて、あの動画でも見れるような状態にしておくとか、するとあのかなり効率は良くなりますね。で、その後にですね、あの出品してもらうじゃないですか。出品してもらったら、添削動画撮ってあげるんですよ。あ、このタイトルいいですねとかあ、ここのタイトルもうちょっとこうした方がいいですねとか、あのー、概要欄、概要欄とかも基本的に あの向こうの人は大変なんですよ。いろいろ考えてやるのって。だから僕は概要欄は基本的にあのこちらで全て下書き作って,あのや,ってやってるんですよ。概要欄はあのいじんなくていいですってやってます。概要欄も全部こっちで作って渡しちゃってますね。だから値段も渡してるんですよ。値段もこちらで決めて、概要欄も下書きでやって、でテンプレも全てタイトルも作ってあげて、タイトルのこの部分だけ入れてくださいみたいなことをして、で写真をギガファイル便で渡せば、もう。 タイトルちょっといじって値段も決めてあるし概要欄も入れてありますしあの写真とタイトルをちょっといじるぐらいで出品みたいな感じでやってるんですよ。こうすると誰でも簡単に作業できるのであのまあ普通に害虫さんにはできるのかなっていうのはありますね。いや意外になんつうかね害虫家って最初ってすごいハードル高いじゃないですか。 あのイメージもそうですし、でも一回やると、何ですかね、結構覚えるっていうか、いろんなビジネスに応用できるんですよ。僕も出品の外注さんいたり、昔いたりとか、今ワードプレスも昔いたりとか、あと YouTube の動画を作ってくれる人もいましたし、台本を作ってくれる人もいましたし、あとは、 Kindle の出版してくれる人もいましたしっていうことをすると外注化って一回でも覚えれば今後ですね長い目でビジネスいろんなビジネスをやるにあたっていつでも応用できるんですよそうだから外注化って実は慣れた方がいいんですよ絶対やった方がいいですよ今のうちに外注化できるスキルっていうのはあの覚えた方がいいですね 外注化に関しては僕の得意なところは結構誰よりも安く募集かけるとかあのこの文言をタイトルに入れたら募集が結構来るようになるとかあとはその後のマニュアル作りとかなんか流れとか,だからそういったものを作るのは結構得意,のか得意かなっていうのはあるんですけどもだから僕が今教えてる方でも外注が成功してあの出品数が爆速になりましたっていう人もいるので。 うん、やっぱり外注化は何ですかねなんか別に ebay じゃなくてもいろんな場面で使えるんですよ今だと AI で動画作ったり AI で記事作成とかブログとか運営できるじゃないですかそこに a i かける外注化とかするとまたなんか爆速できると思いますしいや本当に覚えて損はないんですよねその人とのやり取りとかマニュアルが作れるようになりました動画作れますとか なんか本当にいいところしかないんですよ。外注する。なんか本業でも活かせるんです、生かせると思います。こういうのを覚えると。だかそれぐらいいいと思うので、あの、ぜひやった方がいいですね。絶対に。まあそうですね。外注化のマニュアルとかも全然ココナラとかで作って出してもいいんですけど、本当一日ぐらいで全然作れちゃうので。 あのちょっと動画、そうですね、動画、累計1時間ぐらい撮って、で、ワードプレスでテキストパッパッパって作って、まあ1、1日でできますね。1日、なんすかね、6時間とかあれば、一つの教材っていうか、マニュアルはできるかなっていう感じですかね。それも美味しいですよね、普通にあの自分の商品作って販売するって。うん、全然いいのかなっていうのは思いますし、やっぱり。 うーんまあ本当に困ったらなんかもっと詳しく教えてもらってで別にマニュアル作るんであったら別に僕は全然作ってもいいの作ってここのあラとかでも出してもいいですしあのストライプって言ってなんか決済システムを持ってるのでそういったところで別に販売してってもいいですし、まあ、別に全然外注化のマニュアル、まあ、僕は多分累計何人ですかね100人以上は絶対任したことはあるので今まで にはなるので、まあ全然、そうですね、まあ5000円から1万円ぐらいのレンジだったら、動画も入れて全然作ることはできますね、普通に。余裕で作れますねで。僕も最近なんですけど、自分の話なんですけど、ブレインとかティ p プスってあるじゃないですか、今。情報商材、あ情報商材とか情報を売るようなサイト。結構盛り上がってて、僕も結構ちょこちょこ買ったりするんですけど、 あれも文字だけなんですよね、ほとんど。だから3万文字と画像が10枚ぐらい、20枚、10枚入ってて3万、4万みたいな感じなんですよ、ほとんど。で、買うんすけどよく、マジで分かりにくいんですよ、動画入ってないと。うん。なんかボロい商売だなって思いますよね、なんか。で、めちゃくちゃ売れてますみたいな、ああいうので。 中身僕もよく買うんですけど買ったらなんか文字がバーって書いてあってわかっもうこんなん無理じゃないみたいなあ僕もなんか34回買ったんですけどむずすぎるんですよなんかなんか本当に素人でも稼げますみたいなコンテンツとかも買ったりするんですけどいやいやいやこれ無理だろみたいな無数みたいな感じなんですよで僕ここならで出してるのってほとんど動画入れてるので あの今もなんですけど、絶対動画あった方がいいだろうって思うんですよね。別に動画なんてパパって撮って、あの、Vimeo とかで普通にアップロードしたりとか、MOV、ムービーファイルで送れたりとかできるので、ギガファイルンでも送れるし、そう。で、3、4万とかするんですよ、文字、2万文字、3万文字と画像だけでみたいんだな。最近買ったのも3万、その前に買ったのが 2, 2万ぐらいで、 でその前に買ったのも3、4万ぐらいだったんですよね。いや、難しいっすね。あれはちょっと。うん。あとやっぱコピペでできますとか。なんか、素人目線で僕は作りたいタイプなので、やっぱり、んですかね。0、1が大事だと一番思うので、その1に行くために、 行くためが勝負だと思ってるのでやっぱりそれってめちゃくちゃ分かりやすく作るの大事だと思うのでやっぱそういうのはなんか得意では得意かなって思いますね自分的にはそうですねまあでもですねせっかく3万円出て利益が出てきてもっと増やせればできるっていうイメージこのイメージがあの結果に直結するんですよまさに思考は現実化するっていう意味なんですよ絶対伸びますよ 出品する人はもっっっとと利益を伸ばせると思ててますってこ,ここの文字だけ見たらもう絶対伸びますよ。間違いなく。そう。なので、もうこれは外注化しかないですね。やっぱり本業をやってる方なので。まあ、外注化を絶対やるっていうことが大事になるので。まあ、あとは僕からの一つアドバイスとしては、親族に任せるってことですね。 あの知り合いでもいいですし友達先輩後輩主婦の方親戚の方とか兄弟とか、あとか誰でもいいんですけど要は親族の方とか近い人だったら別にアカウント入ってもいいじゃないですかであのやり方をあの例えば面と向かって教えられるわけじゃないですかなので最初は親族の方からやってもらうとか僕は全然ありかなっていうのを思いますね 僕も今外か、外注化、外注化っていうか、あの、eBay の、イーベイの出費に関しては、弟のお嫁さんがやってくれてるので、あの、アカウントもそのまま渡してますし、その、なんですかね、弟のお嫁さんにお金渡せば、弟の世帯が、世帯、世帯収入が上がるわけじゃないですか。簡単に言うと。だから別になんか、お小遣いではないですけど、 世帯収入が上がればそりゃいいよねってなりますよね子供もいるしいますしそうそうそう,そうだからなんか親族の方に任せるっていうのは全然一つの、まあ、友達でもいいですし、うん、知り合いでもいいです一つの手かなっていうのは全然思いますねまあでも意外にやってみると簡単っていうかまあそうっすね最初難しいですね僕ももう本当外中化はいろんな人の動画見て いろんな人のブログ見て本当に何すかねあの本当に試行錯誤でできるようになったって感じなのででもその時にやっぱり、うん、僕みたいな人がコンテンツ作って動画で渡してくれて。 なんかそれが例えば4000でも5000でもいいからそれ一発で見てその悩んでいた時間がペイできるって考えたらめちゃくちゃ価値あるなっていうのはやっぱ思いますね自分でなんか自己投資ではないですけどそういうのはやっぱ最初から見てやった方が全然良かった効率は良かったなっていうのは思いますねそうだから外注化ってまあなんですかね結局マニュアル流れさえ分かればあとは流れとある程度のテンプルさえあれば でできるんですよあのテンプルだったら文字リライとしてあのちょっと文言書いてであとはあの募集からあのマニュアル渡してでそこからあの添削っていうか教育ですよね教育してであの作業してもらおうみたいなであと関係性の構築してであの、まあ、外部ツール使ってもいいしチャットワークとか。 で外部ツール何使ってもいいしとか外部ツールのなんか申請をクラウドワークスにするとかでもいいと思いますしなんかまあ場面としてはなんかめちゃめちゃ使えるな使えるかなって感じですねいろんな場面やっぱ今後ですね AI も発達していろんな副業がもう本当にすごい勢いで出てくると思うんですよもういろんな副業ですよねいろんなジャンルでこのジャンルができた時に01をすぐ自分で達成させて で、これを外注がさせるみたいな。その行動ベースでもかなり速くなるかなと思うので、まああのやったらいいのかなって思いますね。ま回、あ、し、まあ、なんかまあ、コンテンツ作ってほしいとか,なんか。なんかあれば全然あの。またメッセージしてください。じゃあ、あ失礼します。